今回のパチタウン TV はエイトの謎を解く。ヒントに隠された謎の答えとは。あなたは果たして解くことができるかな。出会いもあれば別れもある。はディレクターは花粉症真っ最中ですが、今週も元気に頑張っていくそうです。止めてください山野さん。何なの、はい、姉ちゃん何ですか。本当に一番わけわからなかったよ。ディレクターの花粉症情報がいらんやろまず。怖い、なんか取りつかれてた。いやいやいや、こういうキャラでこれから行こうかな、無理やから無理やから、ね、大丈夫なんですか。いきなり幸せになりたいとか言い出したり、うん、大丈夫かどうかで言えば大丈夫じゃないよ、うん、大丈夫だよ。アウト。さやちゃんも大丈夫じゃない。さやちゃんは普段の行動を見てね、めいちゃんは今のを見てだけど、さやちゃんは普段の、じゃあめいちゃんの方がマシってことですか。そういうことやね。行きましょうか。そうですね、行きましょうか、はい、じゃあそれでは今週も企画ご覧いただきたいと思います、うん、はい、それではどうぞ。そうそう、今回はプレイランド8アジステンに来ております。イエーイ、えい、えい、とー、テンション高い、今日も気合入ってますんで。何が起こったんですか。あれでしょ、どうしたの。コーヒーレディのお姉さんが可愛かった。いや、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、うん、本当に、はいはい、また会えるっていうかね、多分僕のこと好きなんですよね。絶対違いますから、うん、だってコーヒーいかがですかって言われたことありますよ。いや、みんな言うやつ、お仕事ですから。もし本当にそう思ったらやばい人ですよ。本当、いや、本当ですよ。お仕事です。誰でも言われてますから。はい、さあ、かおるちゃん、今回の企画は、はい、今回の企画はちょっとお待ちくださいね。なになに、あ、あれ、そういうのをつけて、これ俺のやつじゃないの。違います。はい、ということで今回の企画はエイトアジステンの謎を解け。わー、謎を解け。はい、今回はですね、あの2人に実践を行っていただきまして、エイトアジステンの謎を解いていただきたいと思います。がしかし、いきなり謎を解けと言われても、うんうんうん、ヒントなしじゃこんな2人には絶対に当てられませんので。こんな言い方、こんな2人って言い方、大当たりをゲットするとヒントをあげたいと思います。で、こちらパネル見てもらうと5レート書いてあるんですけれども、はい、うんうん、各レートごとに1回当たりを当てていただくと、うん、1個ヒントをあげます。いやでも、じゃあこれ1個もうヒントでパッと当てちゃったらもう帰れるってことでしょ。どうせ1個じゃ分かんないですから。この2人は、え、いや、私は多分ノーヒントで分かるので、今回ちょっと2人に、いや違うでしょ、謎に。いや、当てたらヒント、当てたらヒントもらえるってことで、当てられないからヒントもらえないからダメなんでしょ。あなた MC なんでしょ。違います。じゃあ何ですか。私レベルになると分かるんです。じゃあ答え言ってください。答えてください。言わないよ。準備してみたいから。ちなみにこれの謎の答えは、うん、何個あるんですか。一つですか。答えは一つ。真実は一つ。響きますね、こう。気持ちがいい。表情が腹立つ。ということで、君たちみたいなもんには当てるの。みたいなもん。当てるとヒントをあげたいと思いますので、しっかりエイトアジステンの謎を解いて一流の名探偵になりがいい。名探偵。それでは行きましょう。そこ憧れてないでしょ。なりたくないんだけど。なりたくない。憧れてないんだよそこ。今回の実践舞台はプレイランド8アジステン。パチンコが355台、スロットが246台、どちらにも最新台から人気台まで取り揃えたホールになるぞ。はい、ガッキーがスロットから行くということで、土佐犬はパチンコでですね、レート3種類あるんですけど 0.5 からまずは攻めていきたいと思います。ちょっと前のですね、オープニングで山野キングさんが大好きだって言ってたフィーバークイーンで勝負したいと思います。頑張ります。はい、僕はですね、20スロークランキーセレブレーションからスタートです。まあ、とにかく2人で5レート当てりゃある程度のヒントが得られるってことでしょ。ある程度ちゃんとしたヒントが得られるっていうことは、とにかく当てろと。まあ、最低でもこの機種が135分の1で当たりますからね、合算。ということでクラスで選ばせていただきました。ここで早くも土佐犬にチャンス到来。ああ、
なんだなんだ、はい、ダブルリーチ、ダブルリーチは 14% ですから。でもちょっと前兆っぽかったし、はいはい、大当たり、ストレート制覇。はい、土佐健さんで軽く大当たり、おめでとうございます。ありがとうございます。なんかすごい、しかも13連の後に、はい、ビーバーゲット。そうですね、お上手、ありがとうございます。じゃあ土佐健探偵には 0.5 円パチンコで勇気してるということなので、早速、え、聞いてます？聞いてる？え、なんですか？え、ヒントいらないの？ああ、そうです。今日これ、いや、楽しかったから今、すいません、すいません。じゃあ 0.5 円パチンコ当てたので、はい、ここのヒントを差し上げたいと思います。はい、ありがとうございます。ヒントはこちらです。じゃじゃん。無、なしっていう字でしょ、無、なし。ヒントだからね、でも、はい、なんか答えにこの文字が入ってるわけじゃないんでしょ。違います、そういうわけではありません。ヒントがこれ、これで分かったなら一回答えていいですよ。答えますか、答えませんか？答えます、一応。はい、それでは答えは何でしょう。鎌倉幕府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 。違います。エイとアジステンと鎌倉幕府って何の関係があると思ったんですか？もしかしたらその頃から続いてるのかなと思って。エイトさんなかなかの老舗でしょ、山口県内で。鎌倉幕府にパチンコはありません。あ、そうなんですか。ないです。難しいよ、でもこれまだ1個じゃ分かんないから。じゃあ早く次のレートに行って、うん、当たり当ててください。はい、分かりました。一応あの2人で協力してもらってますけど、どっちが優秀かも見させてもらえますか？あ、本当ですか？はい。じゃあちょっとガッキーに負けたくないから俺、うん、頑張ってください。はい、わかりました。ヒント漢字率が多いですから、漢字だけ読めるようにしといてくださいね。ヒントすら読めないってやばいもんね。無制限前代。正解は違います。いや、でしょうね、でしょうね。そんなわけないじゃん。いや、なんとなくそう思いましたけど。そんなわけないよ、結構簡単じゃん。それが何、1個目無って。エイとアジステンの謎だからね。謎ってそんな簡単じゃないからね。アジステのガッキーも全然わからないようだぞ。ここで1パチに移動した土佐犬にチャンス到来。超えたらチャンス。はい、センター。メロンを超えたらチャンス。メロンを超えたらチャンスですよ。メロンを超えたらチャンス、イエーイ。土佐犬早くも2レートクリア。ネクストヒントは何かな。じゃじゃん。数、佐藤さんのボケが無数にあるっていう、キリキリだけじゃないっていう。違いますというか知りません残念。ああ、またガッキーに。え、なかなかガッキーも答えられるのこれ。そうですよ、だって結局は2人で謎を解かなきゃいけないから。いや、おかしいでしょ、なんで俺一生懸命さ2個開けて、ガキ岡さんが答えられるの。じゃあだから当たった人だけが答えれるシステムに。分かる、そしたら俺も次頑張れる。本当？4パチも速攻当てちゃいますよ、うん、じゃあそうしましょう。ここからね、ここから分かりやすい。これ順番も関係あるんでしょ。関係ある。じゃあ俺ゴスローを当てちゃおうかな。ガキオカ何やってるんですか今。ガキオカは今、20円スロットやってます。20円スロット。でもちょっとゴスロー先に開けちゃうっていう作戦ありっすよね。ね、ちょっとじゃあゴスロー行こう。ゴスロー、いってらっしゃい大丈夫かな。結構ね、難しいと思う。皆さんも一緒に考えてくださいね。今回の企画は
エイとアジステンの謎を解け。ヒントに隠された謎とは。視聴者の皆さんも一緒にお考えください。ドザケンさんね、もう2回当たって3レート目に突入してます。マジか。ちなみにルールが変わりました。ほう。ガキ岡さんが当たらないのでヒント見て答えれたら卑怯だからってことで、当たった人だけヒントをめくって回答できます。マジで？そのルール変更あり。しかもあのガキ岡って名前もルール変更しちゃってるからガキだから。ゴキ？ゴキでもねえわ。早くクリアしないとまずいぞガキ。絶好調のドサケンはゴスロも難なくクリア。いやー、ガッキーより全然立ち回りも上手なんじゃないですか。いや、本当にそうですね。よかろう。本当になんか、うん、楽しいっていうか、うん、当たり前の方から寄ってきてくれるような感じだから、うん、今日はいいですよね、本当に楽しめますよね。この人も多分勘違いしてるかもしれないね、うん、じゃあ、3つ目のヒントは5円スロットコーナーなので、こちらです。じゃじゃん。無限全くわかんないね。2時間待ってもらっていいですか。考えて2時間私たち帰ります。あら、おぼろちゃんのモノマネですか。なんか見たことあるよこの顔。顔作るの一生懸命で何も考えてなかった。ちょっとみんなの時間を返してよ。では最後、パチンコで最後残ってた4円レート、4円レートでですね、まもなく中国地方にも STU48 ができるということで、AKB48、バラの儀式を打ちたいと思います。ちなみに土佐県は、HKT48 の秋吉ゆかちゃん推しです。土佐県が4レート目に移動したところで、ようやくガッキーが大当たり。結果的にですね。やばいっす、800ゲームぐらい話した。ついにガッキーもネクストヒントゲット。え、無限縦数、無限縦数、そうですよ、無限大でしょ、もうこんなの。外れてますけど。外れでーす。いやもう全然ダメ、ほんと向いてないわ、うん、探偵とスロット向いてないわ。名スロッターであり名探偵でありを取り戻せるように頑張ってください。ラスト1個だから。はい、うん、はい、頑張ります。ついに4つ目のヒントをゲット。集めたヒントは無、限、縦、数。残すヒントは1つだけ。謎の答えとは何なのか。果たして2人は正解できるのか。あ、どうも。こんにちは。こんにちは。なんか随分時間くだられたみたいですね。いやもう相当疲れましたよ。もうそろそろ時間なんで。マジ？もうとにかく当ててほしいんですけど、はい、もうあと1回当てたら、うん、答えれるのも1人っていうことなので、もう2人にヒントを全部公開します。最後ガッキーが4つ目開けたんで、ガッキーはもう見てるんですけど、今のところヒントはこういうことになっております。そうそう、無人ゾーン。いやこれね、本当ね、いやらしい台ですけどもね、今日ニューゾーンに入りました。今日ニューゾーンにめちゃめちゃ動いてますからね。うわぁ、すげぇ焼き物半端ない。ちょ、かおりちゃん、かおりちゃん、カメラさん、はい、速い。9回で投げた、9回で、ね、本当だ、すごい、ね、すごい動くやん。ドサケンさんと同じくらい動いてますね。ねえ、カオちゃんとは全然奥さん、ちゃんと見ないでよ、だから見てんだよ。ヨエンパチンと最後のヒントはこちら。じゃじゃん。こちらの文字です。ということで、まだ大当たり中で
はい、答えの方はエンディングで、エンディング分かりました、発表してもらいたいと思います。考えておきます。何、無限に向かう。さあヒントは全てコンプリート。一体謎の答えとはいかに。真実はこの後エンディングで。実践終了よっ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで今回は8アジステの謎を解けということで実践してもらったんですが、最後ガッキーが見事大当たりゲットしまして、そうそう、僕が当てて、いやなんか僕、はい、納得いかないんだけど3つ僕が開けたわけでしょ。はい、で最後ちょこちょこんってなんか、まあまあまあ、まあ、でも最後僕が当てたからほら全部開いたっていう感じだった。20勝で全然当たんないね本当にそれまあまあまあひどかったですけど、全然当たんない。ちなみにね、ヒントこちら全部5個で揃ったんですけど、はい、見当つきましたか。いやあのね、うん、難しい、難しかったんですけどね、うん、僕ね分かっちゃったっぽいんですよ。嘘、はい、分かった。土佐健さんはちなみに。いや僕もこれからっていうのは分かりますけど、うん、でも正直この言葉たちとリンクしてるかなと言ったらちょっと難しい、うんうん、あなるほどなるほど、うん、ちなみにこれガッキーが外れた場合、はい、回答権は最後土佐健さんに行きますので、はい、そうなんですね、僕から言っていいですね。はい、いやでもこれ当てちゃいますけどいいですか。いいですか。それではいいですかね。名探偵ガッキー、はい、エイトアジステンの謎は何でしょう。数字の8です。っていうのも無限の向きを縦にした数字、これじゃないでしょうか。なるほど。いいですか。いいですか。答えいきますよ。正解は、お見事。あー、よかったよかった。ちょっと怖かった。ちょっと怖かった。自信満々に言いましたからね。8です。よくわかったね。最後の豊丸とソフトオンデマンドの最新台、はい、あれ打った時に18金のマークが焼くものであるんですよ、台に、はいはいはい、その8見て、うん、あーと思って、無限大みたいな。そうなんですよ。わー、ちょっとあの機種打ってよかった。まさか8の謎が、うん、ここに8って出てるのに確かにそうまさか答えが8っていう。ちょっと待って、ドタケンさんは。いや僕は本当に、はい、あの真実は一つって言いますけど、はい、ここはもうレートが5つじゃないですか、はい、このレート5つに、はいはいはい、無限のように向かい合って縦のようにもう数がいっぱい台があるっていう縦のように、ちょっと今ごまかしました。向かいも縦も向かいも縦もいろんな台がバラエティーコーナー充実してますよっていうっていう、僕は8のそこが好きですよっていういやそこまで書いてない、そこまで書いてない、そこだと思ったはい、ということでもう次回リベンジして、はい、またしっかりとした名探偵っぷりを見せていただきたいと思います。はい、はい、ということで今回はプレイランド8アジステからでした。真実は8個8個もあんのそんなんのさあエンディングですが、ここでお知らせがあります、はい、なんとですね、うん、来週からパチタウン TV がリニューアルされます。リニューアル、あ、そうなんですね。そうなんですよ、新しく、うん、はい、このコーナーもですねちょっとだけ変わるかもしれないということで、終わるんじゃないですか。終わりはしない。なんか言い方がね終わりはしないですよ。終わりはしないです。うん、なくならない、なくならないと思います。はい、何笑ってるんですかちょっと何か知ってるんですか。いや、なんか知ってるんじゃない。いやいや、もうそこは詳しくは来週。知ってるの、これ。なんか知ってるの。来週を、はい、見ていただきたい。黄色信号、黄色信号。要注意、危険。これのメッセージ。このスタジオが終わるかもしれないと危険信号の黄色。いや、でもなんか自分だけ余裕っぽいんで、自分だけは。めんちゃん、めんちゃんの口内になるもしかしたら。怪しい。それだけはやめろって。なんで。本当に。なんで。めんちゃんのトークから始まるオープニングほど見たくないものない。なんでそんなことない。あの、しょうもない喋りするでしょ。しょうもなくないですよ。まあでも次回からリニューアルということで、はい、そうなんです。次回見ればある程度分かるということですね、うん、はい、そういうことでぜひ、ね、皆さん、うん、来週もパチタウン TV 見ていただきたいと思います、はい、ということで今週はこの辺で、また来週お会いしましょう。おやすみなさい。トリガーに願いを込めて今年こそ、来週も見てね。うんうんうん。え、さやちゃん、今までありがとう。え、本当に終わるんですか？
本当？ありがとう。